ここが小惑星基地アクシズ。地球まですぐだね。行くぞ。自分の身は自分で守れよ。いいな。出陣。ご同輩よ、不運を祈りますぞ。最悪、我々もしかしてアムロ隊員じゃない。なんか獰猛なモビルスーツが暴れてる。ガンダムバルバトスルプスレクス、狼の王の名を冠するガンダムフレームだ。あれ、敵かと思ったら小隊長か。ユナたちもいるの？それバルバトスなの？尻尾がついてるけど。あれは橋までについてたものを移植したんだよね。なんか不思議なんだ、今まで俺に尻尾がついてなかったのは信じられないくらい。それよりここどこ？オルガは？ここは地球のすぐ近くだ。あった、カクパルスエンジンの動力システムだよ。黄色く光ってる柱みたいなやつね。本来はアムロレイ隊員がエンジンノズルを破壊するはずだが、彼の存在が確認できない。だから私たちが破壊しないと。分かった、仕事でしょ。二三機は壊さないといけないのにね。次も探さないと。フリッフリッフリア。動力システム破壊確認。これでアクシズの加速は止まるの？いや足りんな、あともう一つは破壊したいところだ。サクラ、ここはどうなってるの？地球に落ちようとしている小惑星、その中に作られた基地だよ。アクシズ、あ、見慣れたザクやゲルグが。正確にはデラーズフリートのモビルスーツだ。動力システムの周りにもいたな。このブレイク現象はさっき発生したものだね。83年、10年前の事件、シャアの反乱と何か関係があるのかしら。クリッザザザッテリア。このザッテリア。巨大なブレイクハンマー、この先だな。アクシズの深部へのルートはロックされてるけど、開ける方法は？残ってる動力システムをまず壊そう。今はそっちが先決だよ。ごちゃごちゃしたのは嫌いだな。よし、もらった。ゼリッゼリッ。ここにも動力システム。あれ、ドラッテがいる。デラーズ紛争時のもの、この機体から10年前の機体になる。アクシズ落として星のクズのコロニーを。これで2個目だっけ、壊したの。フェリクーだよ、アクシズの速度が落ちた。さらに朗報だ、深部に続くハッチの電子ロックが解除された。アクシズの伝送系にも影響が出たみたいね。行きましょう。ザザギテイクテリア。バシャだ。テリア、今だから。テイクザ、これで決まりよ。ギュッ、僕はザ、テイクお前の落ちる。
団の悪魔、我々の邪魔をするな。レギンレイズジュリア、キャラルホルンの新型試作機。この敵は私の獲物。ジュリアの性能ならば逃げる。外縁機動統合艦隊ジュリエタ・ジュリッサン。異謀コロニーやカシマル戦では一緒に戦ったけど、こいつの相手は私が。しつこいな。私はラスタル様の剣。ラスタル様のため何人にも遅れを取るわけにはいかない。彼女はどうしてここまでラスタルエリアの総司令官のことを。彼女には身寄りがなかった。しかし総司令官はその才を見抜き、部下として。あなたを行かせるわけにはいきません。お前消えろよ。まずいな。本来戦士で行われる戦いが起きている。このままでは間違った歴史が登録されるぞ。ねえ、何人殺せばいい？あと何人殺せばそこへつける？教えてくれ、オルガ。オルガ、いつか。団長、どうしたの？三日月くん。三日月くんの様子が。まずいよこれ。違う、この人の強さ、私が知っているどんな人間とも、もはや人間では。ああ。なぜだ、なぜまだ抗う。無駄なあがきだ。こんな無意味な戦いにどんな大義があるというのだ。大義？何それ。意味？そうだな、俺には意味なんてない。今は俺にはオルゴだ。ねえ、行かせない。レギンレイズジュリア、ブレイクアウト成功。三日月オーガスも本来の歴史に戻った。ここは地球のすぐそばだっていうのか。あ、アムロ隊員いたよ。ミノ姉さん、隊員じゃなくて少尉さんだよ。じゃあこのブレイク現象って。アムロレイが狩るガンダムの系譜、その最初と最後ということか。ブレイク現象だ。アローズのジンクスだ。この先だよ、大きなブレイク反応を感知。西暦の時代がどこまでこのミッションに関わっている。ここまで散発的ではあるんだ。宇宙世紀、ポストディザスター、西暦、どんな紐づきかしら。シャア創生だといいんだけどね。ザ・ツイッザ・セブカザ・ツイッザ・叩き直撃だぞ。ぜいザッ当たってねえ。ザッぜいだね。落ちる。我が意志を喰らえ。ぜいテレア雑のテレア。違う、ここに来てコズミックイラだと。ますます最後にいるのは誰なのよ。スキルリアーザカットザザよし、もらった。バカだ。ブレイク反応までもう少しだよ。なんかアローズ軍が増えてきた。ブレイク現象は
宇宙世紀じゃなくて西暦2300年の歴史から。ホストディザスターはコズミックイラの可能性もある。予想がつかんな。誰だ、誰かが僕を見ている。ゼイテリア、テリア、ゼイゼイテリア。さすがでござるな。アタックせよ、スラムゲイゼイゼイ。ボーンズガンダム行く。なんだガンダム。さあ始めよう、来たるべき未来のために。うわ、イノベーターのドンが登場だよ。西暦の歴史から名前を出てこない。そうだよ、名前はリボンズ、リボンズアルマー。ガンダムとガンキャノンを合わせたような新しいコアブロックシステム。ツインドライブはそれ以上のパワーだ。普通のモビルスーツではないぞ。そうとも、この機体こそ僕はイオリア・シュヘンベルグの計画を忠実に実行している。イオリア計画、結局何をするためのものなの。人類にこの計画を遂行することはできない。できるのは僕たちだけだというのだ。産業革命以来、機械文明を手に入れた人類はその知恵で争い、滅びに直面してきた。とあれ優れた指導者たちの力で乗り越えたとしても、世の中は再び混沌の時代に戻る。人間の知恵はいつか過ちを乗り越えられるはずだ。人間は同じ過ちを繰り返す。だから僕の存在が必要なんだ。人類を導くのはイノベーターではなく、この僕、リボンズ・アルマークだよ。力を受けるぞ。沈め、ティック、フッ、ティック、ザッザッ、落ちろ、キュッ、テレア、ティック。いずれ人類はイノベーターになる。時代の変革期には古きもの、悪しきものを切り捨てなければならない。愚かな連中を誰かが諭してやる必要があると思わないかい。それがお前だっていうのか。人間の価値観は狭すぎるんだ。僕らはもっと広い視野で物事を考えている。勝手をする者には罰を与えないとね。こいつ、人が人に罰を与えるなんて愚かな人間だ。イノベーターは人類を導く者、そう、上位種である。絶対者だ。人間と対等に見られるのは我慢ならないな。力の違いを見せつけてあげるよ。普通の人間でないことがそんなに偉いことか。大した腕じゃないか。だがこの程度どうということはないよ。こいつでどうだ、今だ、ギャルが試されている。滅びか、それとも再生か。イノベイドはイノベイターの出現を促すために作られた存在じゃ。僕はイノベイドを超え、真のイノベイターすらしのぐ存在となった。そうさ、人類を導くのはこの僕だ。神にでもなったつもりか。僕は神そのものだよ。信仰の対象ではなく、人間を管理し未来に導くのだから。そうしなければ人類は戦争により滅び、そう考えているのだよ。彼は救世主なんだよ。僕はでも優秀な量子コンピューターをうまく使えば人間だって。人の手に余るシステムはこの僕が管理する。エモだよ、そんな歪んだ世界は。見えている、終わりは知らない。インファング、いけ、なさいよ、ドロン、こいつ、インファーム、僕の知らないガンダムの力だと。違う、これは人の力だ。君には新しい可能性を感じる。ニュータイプというのかな。僕は特別な人間じゃない。
これだけ戦い抜いてこられたみんながニュータイプなんだ。バカな、愚かしいよ。だから人類の管理を。そうさ、そうでなければ僕が作られた意味がない。存在する意味も。私だって作られた AI だけど、一緒に未来を作っていくのが役割じゃないの。過当な人類などと一緒に。そうやって永遠に他人を見下すことをやめない限り、分かり合うことなんて。その気はないよ。この少年何かを書く。一つ言っておくよ、君はイノベーターになれない。悲しいけどそれが現実なんだよ。そんなものは望んじゃいない。僕は普通の人間でいいんだ。まだ。リボーンズガンダムおよびガンダムのブレイクアウトを確認した。私たちもブレイクアウトするよ。小隊長さん、アクシズの落下はどうするの。奇跡を起こすには足りないものが多すぎる。この瞬間にふさわしい男たちが。ほう、なかなかやるなお前。ブレイク反応多数。レーダーか。行くぞ。自分の身は自分で守れよ。いいな。ご同輩よ、戦の前の時の声を上げようぞ。こちらマリーダ・クルス、マスターの指示により協力する。マスター？え、オルガ団長のこと？それ付きのガランシエル隊キャプテン、スベロア・ジンネマン隊だね。もしかしてトリントン基地で味方をしてくれたっていう高中貨物船の。ともかく合流だ。電磁波の影響でレーダーが効いていない。気をつけろ。敵はギャラルホルン、キターンズに地球連合軍、三つの歴史が混在しているの。マリーダ中尉さんの記者取り合い、こちらメールアーバマからの増援です。敵の包囲網を突破する。援護を頼む。了解です。ハーメス、この人の立場は。クローニングにより生まれた強化人間。また女性の強化人間？しかもクローン？モビルスーツに乗って戦場にいれば、それはパイロットという戦闘単位だ。私は何者でもない。彼女はバナージ君と戦場で分かり合って、味方になってくれた人。バナージがここにいるのか。いえ、でもあなたをここから連れ出して彼に会わせます。わかった、そうなればいいが。周囲の敵は殲滅。さすがだな。データにない機体、モビルスーツなのか。3つ目の歴史、デスアーミーだ。未来世紀か、紐好きが読めん。マリーダ中尉さんとブレイク現象は関係ないのかな。そうね、ガンダムファイターでも乗ってるモビルスーツがガンダムなわけでもないし。ガンダム、ディッセリアスだ。おちょい、おちょだ。デスアーミーたちは全部通信を傍受。この声は秋広君。小隊長近いわ。セレ、お見事。
私はこうしてここにおる。何の不思議があろうか。カンネルたち、行け。え、どうしてここにおるの。マスターガンダム、東方先生。マスター、マスターだと。東方不快マスターアジアとはわしのことよ。あなたも、ま、ギャラルホルンは何が何でもここで敵方を潰すつもりね。こんなとこで諦めるな。望みを持ち続ければチャンスは必ず来る。マリーダ中尉さんがガンダムの気づけば今回のブレイク現象の中心なのかも。実はガンダムファイターとかじゃないでしょうね。ガンダムのパイロットだったのは確か。強化人間用のユニコーンガンダム2号機。リディ少尉が死に損ない目。私が引導を渡してくれる。多少は傭兵の心得があると見える。この展開は静止動画だが、三日月オーガスがいない今戦況が違う。グシオンはもう身動きが取れないんだよ。そう、胸そう、己しかない。私はこんなところで翼クジャンキ撃破。やったわ、やったよ、アキヒロ君。いい見上げ話ができた。翼様、よくも翼様を。投票は賞を打てば自然と崩れる。デスアーミー、未来世紀からのブレイクは東方先生とのつながりだったんだ。くそ、こんな時に。マスター、もしあなたは。やはりこのミッションに現れた東方腐敗はダンサオ島でギリギリの戦いをする前の。デスアーミー、まだまだ来るよ。相手が協力関係にあった東方腐敗でもお構いなしか。デビルガンダムね。えい、この体さえまともなら周囲のデスアーミー全滅。これ以上は体が持たんな。マスター、お体に気をつけて。そして感謝します。この借りはいつか返そう。師匠、ブレイクアウト。アキヒロ君は。ミノ姉さん、ブレイク修正さえできれば意欲様との決着も彼自身に続けられる。レーダー機能の一部が回復した。ブレイク反応がある地点にマーカーを出したとか。招待者、マリーダ中尉と目的地。ごめんね、アキヒロ君。場所はこの辺りのはずだよ。なんだ、何かがいる。頼むぞ。キャッテリア、テイッテイッテリア、ザッテイッテイッ沈め。テリア、テリア、
この黒いユニコーンはダンシーノルフ、フィニッションさん。本当にマリーダ9位がこのブレイク現象の中心だったのね。あいつみたいな子供がニュータイプだとおだてられて事態を引っかき回して許せないんだよ。あの子の設定を受けてみよう。ニュータイプ、ラプラスの箱の呪いを具現する人の亜種。誰かが人柱になって沈めなきゃな。宇宙世紀、あいつがニュータイプなんてものが生まれてこなければ。箱の中身を変えてしまった人の価値。落ち着いてショイさん。サイコムは逆流でマシンに飲まれている。あれはそういうものだ。それがどうした。宇宙に適応した新人類を倒そうって言うんだ。バンシー、言うことを聞け。強烈な否定の意志。ガンダムに埋め込まれたシステムの本能か。ラプラスシステムのこと？うん。NTD、ニュータイプデストロイヤー。その名の通りのようです。ニュータイプを見つけ出して破壊する。たとえそれが作り物であっても。待て。ミーバ、お前は俺を一人にしないでって言ったのに。聞こえているはずだ、姫様の声に。バナージを助けてくれと。幻だこんなの。サイコミが人の雑念を拾ってるんだ。マシンは増幅しているだけ。そのバンシーも可能性の獣。人の心に反応するシステムを持っている。心か。ついて周りを見渡せばいい。世界は広い。こんなにたくさんの人が響き合っている。待って、マリーダ。自分の可能性を信じて、なすべきと感じたことに力を尽くせ。姫様、マリーダ・クルス、ここまでです。俺は何を。バンシーノルンに続いてクシャトリアもブレイクアウト。マリーダ注意、あまりにも見事だった。言葉が見つからん。アキヒロ君も大丈夫よね。うん、全て正しく決着がつくよ。東方先生とドモン君のガンダムファイトも、イオクさんとアキヒロ君も、リディ・ショーイさんとマリーダ・チュイさんの戦いもね。作戦終了、帰還するぞ。スレイブ、衛星軌道上から地表をえぐるほどの威力。あんなの鉄火弾に勝ち目なんてないじゃない。勝つことが目的じゃないんだよ、ユノ姉さん。基地の団員たちを脱出させることが最重要。今回助かったマスターアジア、マリーダ・クルスのおかげ。本当にね。でも明宏君の安否は心配だわ。トゥルーミッションでは絶対に助けないと。ともかく三日月オーガスが戻らなければミッションは成立しない。あとはオルガ団長とも連絡がつかなかった。やっぱり鉄火団のキーマンはこの二人、何としても見つけないと。オルガ団長さん、うん、そうだね。い
いずれわかることだ。今回は獅子の帰還を果たせただけでも大きな収穫だったと思うべきだろう。鉄火団のみんな、一人でも多く助けたい。団長と協力して活路を見出さなきゃ。ここがデビルコロニー。侵食が進んでるね。ブロックで区切られているな。この私は武をもって制するとしよう。ついてこい。祝辞ご同輩よ、武運を祈りますぞ。静かね、白いハッチは開くみたいだよ。やっぱりいた、デスアーミー。僕の赤い細胞みたいなの。デビルガンダム細胞の一種だな。攻撃で破れるはずだ。小隊長、切り開いてガンダムファイターを探しましょう。世界ガンダム連合とも交流できるといいけど。キャッザ！シャー、どこにいる？すごい放熱板、このガンダムは。ヨミン小隊長か、久しぶりだな。キリマンジャロ基地以来。アムロ隊、ガンダムファイターになってたなんて。ユノ姉さん、ブレイクイン、無人機全滅を確認。キリマンジャロ以来だが腕は落ちていないな、小隊長。ガンダムファイター並みに修行してますからね、小隊長さんは。それは頼もしいな、行こう。この装置は核壁のスイッチだね。押してみよう。ミッション全体に大規模なブレイク反応を確認。何が起こるかわからない、注意して。引き締めてかかるぞ。行きましょう、戦争を終わらせるために。見たことないガンダム。それに誰、パイロットお子様なの。ウッソエビ、ザンスカール帝国と戦うガンダム13歳。13だって？嘘と言ったな。どうしてそんな年で君はガンダムに。大丈夫です、倒すべき敵は分かっていますから。彼は軍事同盟リガミリティア所属の立派な戦士なの。大人たちと渡ってる。だからアムロ隊員、分かってる。俺も15の時にガンダムに乗った。こんな時代、シャクティにこれ以上辛いよ。この隔壁のロックは別の場所にあるようだな。どこかでスイッチを見つけないとね。小隊長、探索してみましょう。 V2 アサルトバスターガンダム、ブレイクアウトを確認した。子供に戦争させるような時代はいつまで続くのだろうな。結構長く続いちゃうんだよね。ウッソ君、宇宙世紀 O153 の子だし。あの子、一年戦争から70年以上後の時代から来てたの？ザッ！ゼイッ！ゼイッ！ザッ！また核壁のスイッチだ。あっ。
どこかの各駅が開いたみたい。正確な場所がわからないのは不便ね。ぜい、これで決まるようだ。ぜい、ぐっ、なんじゃりゃ。ぜい、もらった。てりゃ、てりゃ。込む必要があるかもしれん。ガンダムファイターがブレイクイン。あれ、さあ始めようぜ。最高に運命的なセッションをな。ブルーアーマーガンダム、まさか一年戦争時のタイプか。サンダーボルト宙域のイオ・フレミング少尉、こちらあなたの小悪魔ことユロよ。その小悪魔ちゃんは俺を夢中にさせてくれるのかい。少尉さんを夢中にさせるのはこっちのガンダムかな。あった、また核壁が開く。反応あり。奥の核壁が開いたんじゃない。そろそろ中枢に行きたいとこだね。クリア。ゼッザキャッ。そんなものか。今のは聞いたぜ。の箱を渡すわけにはいかない。リコーンガンダム、アムロ第三、あれはニューガンダムの。なんだって、ユニコーン。アムロ霊体、確かアクシズショックの時に。私たちロンドベル隊で救出したのよ。確かに先ほど助けてはもらったが、そんなことよりもっと重要なことがあるはず。バナージリンス。あ、そうです。箱の場所に行かなければ。君のことを詮索するつもりはない。だが僕たちには互いに探す相手がいるようだ。わかりました、行きましょう。アムロ隊員、初めてサイコフレームを実装したガンダム、そしてフルサイコフレームの後継機。何が起こるか。あなたのためならどこまでも。ここから先は倒産と言っておこうか、バナージ君。フロンタル大佐、どうしてこんなところに。それつきネオジオンの残党軍だよ。残党シャーノか。赤い彗星のことでも考えておられたのか。クルダンシャーノ、やっちまう。大佐にどう申し開きすればいいのだ。まずいな、こちらが押されている。袖付きの親衛隊機ブレイクアウト成功。
可能性とは混沌だ。不安定であるがゆえに破滅にも転じやすい。野放しにはできないな。正しさが人を救うとは限らない。それでも奴の言っていることは間違ってはいないが、正しくもない。惑わされるな。空に捨てられた者たちの思い、人の思いが光になって地球を包むのだ。何？何の話だフロンタル。だ、それほどの可能性が示されても人は変わらなかった。第二次ネオジオン戦争のこと？何も変わらないかもしれない。でもたとえ一瞬の光でも可能性の灯火はつなげなければ。現状を維持するためなら可能性さえ葬る。それが人間だ。大切なのは次の世代に可能性を託せるかどうか。誰であろうと邪魔するならば排除させてもらおう。フロンタル大佐、どうしてあなたはそうなんです？人は分かり合わなければ。君は危険だ。ニュータイプのありようを無防備に示しすぎる。そんな力だ、資格もなく他人の心に押し入るな。バナージ、その男に何を言っても無駄だ。そうやって他人を見る。貴様は自分というものも持たずに。しかし今の私は空ではない。薄渡るこの体にシャアの呪詛を語らせる何かが宿っている。シャアーズナブル総帥、いやシャア大君の。その名を語るなフロンタル。バナージ、耳を貸すな。ここで落とす。認めたくないものだな。若気の至りゆえの過ちというものは。アテル、今だ。心得た。頼むぞ。己はこの無邪な頂き。まだだ、まだ終わらんよ。逃がしはしない、フルフロンタル。バナージ君待って。知らず、ブレイクアウト。シャアに限りなく近く、何一つ似ていない男か。アムラさん、決着は俺がつけます。やらなきゃいけないんだ。タイとバナージ君はブレイクアウトされない。サクラ、ここから脱出する方法は？ここにエネルギーを供給してジェネレーターを破壊するのが早いね。数は3つだ。マーカーを出します。アムロ隊員、バナージ君、小隊長、行きましょう。体勢を回復するよ。ザッザッ。ヒゲが生えたガンダム？どこのガンダムファイター？ターン A ガンダム。このジェネレーターも DG 細胞まみれね。エネルギーを吸い取ってるんだよ。剥ぎ取っちゃって。キュッ。ジェネレーターの破壊成功。最後のポイントへ向かってください。わかった。ビームライフルを持つか。
機の知り合いか。そのガンダム味方でいいんだな。え、どうしてわかるの？ゼロが教えてくれた。ヒーロー、君はガンダムの声を聞いているのか？こいつが勝手に見せるだけだ。余計なことばかりよな。じゃあ今の私たちの状況はわかるよね。援護よろしく。ブレイクミッションに迷い込んじゃったところ申し訳ないんだけど、俺は生まれたからずっと前のからさ。どこにいたってここが最後のジェネレーター。これさえ壊せば必ず帰る。何があっても君のところに。よし、今ので全部。さくら、これでデビルコロニーを止められるのよね。待って、新たなブレイク反応が出てきた。そんな、まだ敵がいる。場所はこの奥。かなり大きい反応だね。デビルガンダムに当たるものか、それともデビルガンダムそのものか。悪魔の名をつけられたガンダム、いい気持ちはしないな。人気だが嫌な感じだ。なんだ、殺気がない。プログラムなのか。お二人さん、その通りだよ。このモビルアーマーは無人機。敵、いや人間を殺傷するためだけに作られた天使の名を冠する自立型の殺戮兵器。まさか天使の始まりが悪魔デビルガンダムの代わり。もしそうならそれがブレイク現象だ。どうやら間違いなそうだね。邪気もなく機能として動き続けているというのか。ん、マジなんだ。ユニコーンが反応してる。ビームの効きが悪い。アイフィールド、いやビームコーティングか。タイさん、あのモビルアーマーの装甲はモノラミネートアーマー。ビームを弾くんです。近接戦闘や実弾での攻撃を中心に装甲強度を弱めてください。了解です。待て、バナージ、モビルアーマーの動きが。なんだ、俺はユニコーンを狙ってる。バナージ君、どうかしたの？大丈夫です、これぐらいなら。ハシュマルがユニコーンガンダムを警戒しているように見える。戦闘中も何かを学習しているという。肉体戦のモビルアームはやはり侮れないよね。今だ、見えている。排除した兵器の対決。感心してる場合じゃないでしょ。あんた大佐、バナージ君が。システムからパイロットへの干渉。ダメだ、ユニコーン引っ張られるな。こらえろ、バナージ君。このモビルアーマー、無人機の挙動とは思えない。明確な意図を持ったシステムです。人間を殺すためだけの。このモビルアーマーが作られた理由、彼らモビルアーマーボロボロになってきた。もう少しだよ。ユニコーンガンダムは大丈夫なのか。マナージ、無理をするな。ユニコーン、お前は人の心を、悲しさを感じる心を知る人間のために作られたんだ。だからこのマシーンにはこいつにだけは負けちゃいけないんだ。これはサイドフレームが共鳴している。アムの隊員、落とす。届いた、ハシマル撃破を確認。今だ、ブレイクアウト処理実行。
俺は誰も殺したくない、誰にも殺させたくない。だからそのために戦う、このユニコーンで。それでいい、バナージ。俺たちのガンダムは人殺しの道具じゃない。アムロさん、フルフロンタルは俺が、だからあなたはユニコーンガンダム、ブレイクアウト。分かってるさ、バナージ。奴は俺が止める。アムロ隊員も宇宙世紀に戻ったのね。それぞれのネオジオンと戦うために、サクラ、ブレイクアウトしましょう。私たちも、私たちの戦いに臨むためにね。これで無事民を守ることができたでござるな。ガンダムのなんだかすごいブレイクミッションだったわね。でもデビルガンダムいない、モビルファイターいない。確かに様々な歴史のガンダムがブレイクインしていたが、非常に限定的なものだった。世界ガンダム連合と紐づいてたのかしら。それはあるかもね。ブレイク現象としてがっつり歴史に絡んでたのはアムロ大尉さんのニューガンダムとバナージ君のユニコーンガンダムか。どちらもサイコフレーム搭載のモビルスーツ、そしてデビルガンダムの代わりにいたのが厄災船のモビルアーマー、ハシュマル。生体コアを必要とするモビルファイター、デビルガンダムとは真逆の無人モビルアーマーよね。ハーメス、あなたが管理システムに操られてた頃、ハシュマルやそのサブユニットブルーマのデータ収集をしてたわよね。鼻つまみメガネ、スカシ赤メガネ。俺のやんちゃ時代を掘り起こさないでほしいものだが、半永久的に機能する完全自律制御のモビルアーマーがデータ収集の対象となっていたのは事実だ。今回のガンダム大集合なブレイク現象、そしてデータ収集対象だった無人モビルアーマー、なんとなく作為的なものを感じるような。このあたり検証していけば管理システム、いえコード・マクスウェルズの狙いが見えるかも。なるほど、興味深い。俺の方で少し調べておくとしよう。